Radio on FM ジジさあ時刻は4時を回りました1月31日水曜日の生放送アジラジの時間ですこの時間お相手は DJ モーリーでございます 今日も沖縄市中央パーカービニュー入り口からの放送です。えー、っとですね、今週に入ってからなんですけども、もう今日で3日目なんですが、えー、口内炎がですね、右の口下、まあ口の中にできているんですね。なんかこう、場所によってもこの痛みとか、またわずらわしさというか喋、ね、りづらさとかね、いろいろあると思うんですけど、ちょっとこう右下の方にできてるんですが、ただこう、鏡とかで見てても、 そんなにこう目立つかなっていうぐらいの、あのー、感じじゃないんですね。あ、ちょっとこうへっこんでるところがあるなぐらいなんですけれども、これ、長引きそうだなと思ってるんですね。というのも、あのー、まあ、その、内炎とかって、ね、ビタミン不足とか栄養が不足してくると、とかっていうね、えー、不節生とかいろんなこう理由が挙げられていくと思いますけれども、そもそもは、食事中に、ガリって、 切っ,ちゃ切っちゃったっていうか、この何ていうの、こう粘膜のところを噛んじゃったんですよね。なんで噛むんかな。まあね、多分もう生きててずっとこう同じ噛み方してると思うんですけど、多分前歯で噛む、奥歯で噛むとかね、えー、左右とか、それぞれこう利きのこの噛み方ってあると思うんですけど、また、あ、多分右の方でね、僕多分噛む癖があるんでしょうけど、 気がつくとね、ガリってやっちゃってて、何食べた時だったのかな、まあ、それがきっかけでなんかこう、傷ができちゃって、そのまんまね、口内炎ということなんですけれどもね。えー、まあ、年が明けてから、まあ、あの、体調崩したっていうこともあるんですけれども、もう、来週以降ね、イジ寒くなっていくっていう方も出てきているし、ちょっとね、季節の変わり目というかね、春にこう、近づく段階だと思うんですけれども、 いやー、ちょっとね、体のね、そういったこう、黄色信号的なのが出てきましたね。はい、皆さんはいかがでしょうか体調ね、大丈夫でしょうかね。え、この口内炎なんですけれども、ビタミン B2、ビタミン B6、まあ、6でいいのかなの、摂取が必要じゃないかということらしいですね。だからビタミンっていっぱいあるんですよね、本当にね。 あのー、薬局なんか行っても、そのサプリメントとかでね、いろいろこのビタミンのこのコーナーとかもありますけれども、もうほんとたくさんありますからね。えー、ラジオ聞いて皆さんも、まあ、あのー、場合によってはね、日中とかは暖かい時もあるし、えー、一日中ずっと寒い時もありますけれどもね、えー、美味しいものをしっかり食べて、やっぱりあとは睡眠だと思いますので、この時期ね、なんとか気をつけていきましょう。さあ、水曜日の今日は、大谷えみ、おややんは、 劇場の稽古のため今日もお休みという情報をいただいておりますので DJ モーリーで夕方5時56分までお送りしたいと思います。うん さあ、アジクルタラジオ。今日のオープニングソングは、スキマスイッチで、冬の口笛をお送りしました。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、株式会社、上進組の提供でお送りいたします。 さあ、水曜日、今日は1月31日ということで、今月最後ですね。もう明日から2月が入ってきますけれども、あの、今日の長官の方にもですね、ロッテのキャンプインのね、情報、まあ、あの、空港に降り立ちましたよということで、今日の長官の方にね、掲載されてますね。石垣市ということで、石垣空港の方にロッテ、 えー、到着したということで。まあその空港の方でね、挨拶をしているっていう写真が掲載されてますけれどもね。もう石垣は11回目の石垣島キャンプになるっていうことなんですね。あまあもう気がつくと、もうこのプロ野球のね、ほとんどの球団が沖縄でキャンプっていうところですから、いやー、楽しみですね、もうね。うん、もうあのー、やっぱり、先週、先々週ぐらいからでしょうかね。 やっぱりこう、各自で自主トレでやってきてる選手なんかもいるので、それをね、一目見ようということで、ワーナンバーの方、またはね、例ナンバーの観光で訪れてる皆さんとかがね、続々となんか入ってきているように、よくね、目に留まりますね。もうなので、この2月になってくると、もう各地で、離島も含めてね、本当、中南部、北部、もういろんなところでキャンプありますんで、はい。 混雑もちょっとね、考えられますけれども、その辺をね、あ、キャンプなんだとご理解いただけたらいいなと思いますね。広島もまた二次キャンプからということで、2月の中旬頃からね、やってきますんで。はい。楽しみですね。今年こそはね、いろいろこうキャンプ巡りしたいなと思いますね。毎年、なんやかんや、あんまり行けてないんでね。えー、そうだな、一球団、一回ぐらい。うん。まあ、沖縄本島中心にではありますけれどもね。 行ってみたいなと思いますね。はい。さあ、アジクーターラジオ、今日の番組のテーマなんですけれども、今日の番組のテーマはこちらでございます。新年明けて1ヶ月、順調順調。うーん、は乱波乱はい、こちらでお送りしていきたいなと思います。ま、あのー、気がつくとね、2018年も1ヶ月、 ようやくう終えるというところですけれども、まあ、この1ヶ月がね、どうだったかっていうことをね、中心に聞いていきたいなと思います。僕はですね、そうですね、波乱波乱ですね。<laughs> 本当に波乱含みだなって思いましたね。なんか毎年そうなんですけど、やっぱ年明けって結構ね、あんまり、なんていうんですか、いいスタートで切れてないんですよね。 なんだろうなぁ。気の緩みなのか、または年末の疲れが年始に来ているのか、まあ、どっちかだと思いますけれどもね。はい。えー、皆さんどうなんでしょうか。メールは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています。さあ、沖縄地方今日の天気なんですけれども、まあ、ずっと朝からね、小雨じゃなくて曇りか。 まあ、たまにこう、ポツっポツとね、雨落ちてましたけど、えー、今日のこの後、東の風、後、北の風、強く、曇り、夕方から雨、ね、これ雨の予報が夕方出てますね、ところにより、夜遅く、雷を伴い、激しく降るでしょう。波の高さ、2メートル後、2.5メートル。夕方以降、降水確率70、70%の見込みとなっています。なので、今のうちに、 窓のね、えー、閉じまり、車、お家会社、等々、開け閉めね、えー、今のうちにしておいた方がいいかもしれません。はい。たまにね、あのー、運転席じゃ、後部座席のところの窓が開いてるとか、助手席がちょっとね、空気入れるって、晴れてる時に開けたまんまでとかっていうのありますからね、今一度こう確認していただいて。 今のところ、小座はね、全然雨降る気配はありませんけど、曇りではあるんですが、ちょっと明るめっていうかね、この日の光もちょっとこう入ってきてるような、明るさのある曇りなんですけれども、ただ夕方以降ね、予報としては雨の予報が出てますので、はい。えーまあ、雨降るとね、また自然とこう混んでもきますし、路面もね、スリップしやすくなると思いますので、えー、この辺もね、えー、頭に入れておいてほしいなと思います。 さあ、味食うったラジオ。次のコーナー行きましょう。時刻は4時15分です。続いてはメッセージのコーナーです。 さあ、メッセージのコーナーです。このコーナーは、アイレディースクリニックの提供でお送りいたします。さあ、今日の話題はこちら行きましょう。写真の話題なんですけれども、えー、琉球新報29面、視聴総面の中から、えー、第39回、読売写真大賞の受賞作がこのほど決まり、高校生部門で、県立知念高校3年生で、写真部の上城優香さんの作品、 職人が対象に次ぐ一席に選ばれました。製刀工場で働く人を3枚の組写真に仕上げた上代さん。蒸し暑い工場の中で半袖姿になって働く人や、より良い製品を目指し、結晶確認に真剣に取り組む人に感動したと話し、受賞を喜びました。今回の読売写真対象は、ニュース部門、ヒューマンファミリー、 高校生の3つの部門で実施されました。読売写真大賞には毎年およそ3万点の応募があるということです。昨年の第38回では、知念高校写真部から比嘉直也さんが一席に入賞したほか、上代さんも入賞を果たしており、知念高校では2年連続の快挙と喜んでいます。上代さんの組写真、職人は1枚目が 結晶の大きさを判断、調整する職人。2枚目が砂糖キビの絞りカスを燃やす場面。3枚目が完成した原料の糖をベルトコンベヤで運ぶ人を捉えています。上白さんは今回の受賞を励みに、大学へ進んでも写真活動は続けていきたいと意気込みを見せています。 はい。ということで、えー、今日の琉球新報の29面の方にね、掲載されているんですけれども、あのー、写真のこの色合いが、えー、独特だなぁと思っていますけれども、あのー、この3つのね、写真をこう組み合わせたものが、ということで、まあ、タイトルも職人というね、名がついているらしいですが、えー、もう相当熱いんだろうなーって思う、 ううもの,の中にね、えー、マスクと、でまた帽子をね、まぶかりかぶった様子で、半袖、えー、長ズボン、長靴で作業されてる写真だったりとか。で、あと、政党・工場の中なんでしょうかね、椅子に座ってちょっとね、えー、一息ついてるおじいさんの写真とかがあるんですけれども、それぞれなんか、色合いが違うんですよね、黄色だったり、赤だったりとか、あと黒だったりとかね。 いろんなその色の表現がこの3つの中にあって、で、仕事のなんかこう大変さと、で、また熱気みたいなものがね、写真の中に収められてますけれどもね、えー、現在18歳、高校3年生ということですね。えー、今日の話題は第39回読売写真大賞の受賞作、知弁高校の、上代優香さんの作品、こちらご紹介いたしました。メッセージ、このコーナーは、 アイレディースクリニックの提供でお送りしました。 さあ、水曜日のアジクーターラジオ、今日の番組のテーマは、2018年。ま、新年明けて1ヶ月。ま、ここまで、どんなですかと。え順調、順調。はい、いい感じです。いや、いろいろありましたね、と。もう、はらんはらん。はい、皆さん、どのタイプなんでしょうか。はい。えメッセージ。リクエストはこちらまで76。761アットマーク、jp 761アットマーク FM コザ .jp でお待ちしております、えー。今日も沖縄市中央パークアビニュー入り口から生放送をお送りしております。今日はあの、僕あの、シャツ、長袖のシャツでね、来たんですけど、そこまで寒くないかなまあ、ほとんどがね、車に揺られてきているだけで、で、暖かいね、スタジオに入ってるからそんなに感じてもないんですけど、でも、 パーカー日に見ててもね、子供たちも半ズボンで歩いてたりとか、まあ長袖、パーカーとかね、トレーナーは着てますけれども、でもなんかこう、ね、ダウンジャケットを着込むぐらいっていうわけじゃないですね、今日ね。まあ最高気温も19度っていうことですけれども、あったかくなるんかなーとかって思ってたらね、また週末を皮切りに、向こう一週間は、えー、最低気温が11度の日もね、 えー、来週あるらしいですけれども、またちょっと冷えてきそうですね。はい。さあもういよいよ明日が2月というところで、まあ、ここまで1ヶ月振り返ってのメッセージを、テーマをね、えー、お待ちしております。ラジオネームベルプラマスクさん。どうも、ベルプラマスクです。今日で1月終わりですね。早いですね。もうさ、毎日ハランハラン。とにかく追われている。ただ、 終われながらもラジオに参加できているから、精神的には助かってますよ。ありがとうございます。はい。なんかね、工場で、パンの工場で流してるっていう、結構、マギーとね、ボリュームを上げていただいて、えー、っていうことを聞いてますけれどもね。はい。他の従業員さんはどんなリアクションしてるんですかね <laughs> くすっと笑ったりとかする瞬間あるんかなそれともね、もう本当に、 音、音的な感じで、えー、ね、何かのきっかけで癒しになってたりとか、なんかね、音楽かけてリズム刻むとかね、そういう影響が出ていればいいですけどね。大丈夫ですかね下打ちとか打ってないですよね。うん <laughs> こんなに忙しいのにはこんなのしてやーとかね。大丈夫ですかねこの辺ね。はい。えー、ベルプラスさんありがとうございました。昨日もね、あの、夜の放送を前に差し入れを持ってきていただきました。はい。えー、お餅がね、中に入ってるパンということで差し入れいただきました。ありがとうございました。あのー、しっかり夜食としてね、美味しくいただきましたので、ありがとうございます。そしてラジオネーム、ギマさんからも、 えーモーリーさんお疲れ様です。今日も楽しく参加ですよ。そして今日で1月も終わり。明日から2月。早いですね。もうここまでの分はベルプラさんとほぼほぼ一緒ですね。<laughs> えーモーリーさん今日のテーマ。もちろん仕事も遊びもラジオも順調に楽しんで調子もどんどん上がっていますよ。めっちゃ楽しいですよ。すごいな。めっちゃ楽しいって言えるって。 なかなかいないんじゃないですかどんなですかねすごいなぁ。じゃ、あ順調っていうことか。えー、ラジオも順調に楽しんで、調子もどんどん上がっています。えー、モーリーさんにも伝わってるいるんじゃないですかっていうことで。いや、もう今日のメールはめっちゃ楽しいっていうね、あれは伝わってますよ。ああめっちゃ楽しいな、最近。って思ったのいつかな <laughs> 最近めっちゃ楽しいやっさーって思ったの本当にいつかなーちょっと考えようやさマジで、えー。はい。ラジオネームミッキーさんからもいただきました。久しぶりですね。ツイキャスで参加ですね。えー、今日のテーマ。年明けの1ヶ月は怪我も病気もなく変わり映えもなく通常運転ですね。ということで。あーよかった。ね。 通常通りが一番いい、本当に。うん。あのー、ね。それがいいと思う、本当に。いや、もう年明けてからさ、もうなんかいろんなものに追われていたりとかすると、もうね、大変ですから。あっという間にもう、春がやってくるっていうね、パターンになりますからね。まあでもね、まあ僕も、さっきも言ったんですけど、じゃパターンっちゃパターンなんですよね。 この年明け1ヶ月、あんまり絶好調じゃないっていう。1月がなんか、なんていうんですかね。あのー、皮がめくれて、ちょっとずつ。で、2月、3月になって全部こう皮が入れ替わってみたいな。脱皮みたいな。イメージね。そんな感じなんですよ。なので1、1ヶ月はね、毎年なんか体調どこかで崩してて、で、ロースタートでみたいな。 で、えー、始まっていくっていうね、パターンではありますけれどもね。まあ、今年もいろいろ、まあ、まだ1ヶ月しか経過してないですけどね。えー、ありましたね。うん。えー、今日の番組のテーマは、そんな2018年新年明けて1ヶ月経過。はい、皆さんね、ここまでを聞いています。順調、順調。いいいい波乱波乱 はい。皆さんはどっちでしょうかメッセージお待ちしております。さあ、時間まで曲行きましょう。スマップで上位、ジョイ。 さあ、お届けした曲は、スマップで、ジョイ、お送りいたしました。えー、なんか、元スマップ、うーん、なんかイメージではね、元っていうのがまだなんかあるだな。ちゃんとこう、体なんか入ってないですね。ちょっと違和感があるというか、えー、元スマップのカトリシンゴが32日深夜から、えー、今日の31日未明にかけて、インターネットテレビ局、アメバ TV で生放送された、 えー、72HUN もうちょっとテレビ香取慎吾バースデー特番に出演稲垣吾郎草薙剛と共に4月からアメバ TV で新たなレギュラー番組をスタートすることを発表したということなんですねなるほどそれぞれねこういうあのまあ解散っていうことになってからね えー、どうやってこう活躍していくんかなーっていうの注目が集まってたといたと思うんですけど、まあ、キムタクはね、キムタクで、で、また仲、仲良くは仲良くんで、みたいな。で、この3人がね、結構こう絡むっていうのが、ちょいちょい去年ぐらいからね、えー、ありますけれども、はい。4月の1日からでしょうかね。 えー、新しい「別の窓」というタイトルがついて、えー、始まっていくということらしいですねえー、今日のヤフーニュースの中からご紹介いたしましたそして今日の朝刊ちょっと見てたんですけれどもあのー、あもう全然僕お酒は分かんないんですが、えー、琉球大学農学部のえー、これ小山さんでいいのかな えー、教授らの研究グループは30日までに酒造や食品の発酵に使われる世界中の44種の菌の全遺伝情報を解析し比較した結果琉球泡盛の製造に使われる黒麹菌が沖縄由来である可能性が高いことを明らかにしました、えー、海外から持ち込まれた可能性も指摘されてきましたが 遺伝情報の解析から沖縄由来の可能性が高まったことで泡盛の歴史の明確化や黒麹菌を用いた琉球泡盛文化圏の世界無形文化遺産登録へ弾みになりそうだということですね。えー、研究は、 教授とバイオ研究のバイオジェット独立行政法人種類総合研究所の山田部門長らのチームが2014年から共同で行ってきました。泡盛製造に使われる黒麹菌は多数の菌の株で黒麹菌群を形成。研究では酒造りに使われる黒麹菌に近い性質を持つとされたこの菌の株を世界から集め、 世界遺伝情報を比較し、全遺伝情報を比較し、菌のルーツとの関係を調べました。その結果、黒麹菌群に属する菌は沖縄由来のものしか見つからなかったということです。えー、黒麹菌群はカビ毒を生まないことも再確認。同じ黒糸状菌とされている他のグループの菌は世界中で確認。 従来中国で酒造りに使われている黒麹菌と見られてきた菌はアスペルギルスニガーという別種の黒カビだったそうです遺伝情報をもとに黒麹菌の種が分かれていった年代を推定したところおよそ500年前から種の文化が分かれるいうことですね文化が加速していることが判明菌は酒造りのように 人が世話をして急速に繁殖する環境下で種の文化が早まる特徴がある遺伝情報から判明した500年前以降の文化の加速は泡盛製造が始まったとされる600年ほど前とも重なり泡盛酒造所を含む沖縄に源流がある微生物である可能性が高いとしたということですね これはまた、これがね、もう本当のことっていう、うことになってくると、また話がすごい展開になってきますね。えー、世界文化遺産弾みにということで。うんまあ、じゃ世界に誇る泡盛、まあ、島酒になるっていうことでしょうね、きっとね。はあ、こういうことをね、やっぱりこう研究されて、日々、 ねえー、研究室に向かってる方々っていうのもいるんですね、やっぱりね。すごいなぁ。まあ、沖縄に源流があるんじゃないかっていうね。うん。まあ、この沖縄県内でもね、酒造所って結構ありますけれども、やっぱりこう、何百年も続く、ね、あのー、最古の蔵元とかっていうので、テレビの CM なんかでよく聞くフレーズであるんですけどね。えー、いや、楽しみですね、これもね。うん。 まあそうなってくると、観光で訪れた、ね、沖縄へ来た皆さんも、あ、じゃあちょっとこう島飲もうかな、青森飲もうかなっていうね、きっかけにも繋がっていきますからね。はい。えー、今日の琉球新報、総合面の中から紹介いたしました。 さあ、メールも行きましょう。ラジオネーム、MJ さん。昨日、MJ さんね、夜の番組にちょっとね、遊びに来てましたね。ありがとうございました。差し入れも、あの、みたらし団子をいただきましたね。はい。えー、なんか、車に乗ってですね、そのみたらし団子を持って、まあ持ってというかね、えー、まあ、車の中に置いて移動してたんですけど、 差し入れでお餅をもらうのって僕ぐらいだろうなって思ったんですよね。<laughs> まあ僕が言ってるからなんでしょうけどね。あの、公言してるからなんでしょうけど、どこ探してもいないだろうなっていうね。あの、ディスナーさんからのね、差し入れとか、ね、プレゼントとかで、えー、お餅をいただくっていう。まあ時期とかだったら分かるじゃないですか。あの、ムーチのシーズンとかね。なんかそういう時期とかだったら全然分かるんですけど、もうね、 年中 <laughs>、問わず、ええー、まあ、気使って、お金も使っていただいたねリスナーさんにお餅を持ってきてもらうっていうね、ことなってますけれどもね。はい。美味しくいただきましたので、家族でね、ありがとうございます。えー、ハイサイ DJ モーリー MJ です。1月は体調面でいまいちだったな。2週間以上風邪気味で夜ぐっすり眠れなかったし、時々アキですけん痛くなるし、 個人的に1月は長かった。でも2月は楽しみにしていることがいっぱいあるよ。まず週、あ2月、まず週末はキングスのホームゲームがあるでしょそしてプロ野球キャンプ。えー、14日は県立武道館で新日本プロレス見に行くしね。そして沖縄マラソンがあるからね。1月良くな、良くなかった分2月楽しむぞ。ラジオネーム MJ さん。はい。 ありがとうございました。なるほど。じゃあもう2月はあれだ。あのー、スポーツ観戦して、で、2月の中旬の沖縄マラソンにエントリーでいいんでしょうかね。はあ、また頑張りますね。昨年の那覇マラソン、小橋といいね。また年がけての、えー、沖縄マラソンということですけれども。今年からはね、あの、ディレイマラソンが加わってますよね。あのー、 この42.195キロをハーフハーフ、半分半分ね、走るっていうこのディレイ競技っていうのも、まあ今年からえ新しく取り入れていくみたいですけど、なんかペアでね、参加する方だったりとか、あとこう男性男性っていうね、この同性同士っていうのはちょっとできないらしいんですけどもね。はい。まなので半分はお父さんが走って半分は まあ、娘さんが走るとかね。そういうのでも OK らしいですけれどもね。はい。えー、頑張ってほしいですね。だからね、僕ももう2月、まあ一応楽しみなんですよね。うん。1月、少しね、スロースタートっていうこともあったので、そうなんですよね。ね2月はね、僕も MJ さん同様楽しみにしてますね。はい。えー、いい2月にね、していきましょう。 さあ、そしてこちら、ラジオネーム、えー、ベルプラマスクさん、残念な業務連絡、大きな工場では流れていません。あ、よかった。えー、自分とこのプラスだけで聞いています。親、えー、や,やんの笑い声でお店から子供が覗いてくるので、親や,やんではボリューム下げてます。<laughs> ええー、ということで、ベルプラマスクさんからいただきました。はい。もう、そうですね。あのー、笑い声、ソうがさいからね。うん。笑い声がすごいとかじゃない。ソうがさい。本当に。稀に見る。<laughs> あのー、金がね、中に入っても絶対あの笑い声で吹き飛ばしてるんですよ、絶対。それぐらいの威力があると思うんですけどね。ええー、今日は、ま、舞台の稽古でお休みということですね。はい。 えー、そっかそっか。よかったよかった。はい。えー、っと、こちら。ラジオネーム。テントを頑張ろうかいさん。えー、餅と団子の差し入れはことのほか喜ばれます。あれモーリーさん。走らないのということで。はい。だからね、あのー、走らないです。うん。あのー、今年でね、体を作って来年っていう。はい。 もう1年かけてっていうね、そういう,こうプランで一応は考えてますんで、来年はね、ランナーズリポーター的な感じでできたらなぁなんて思いますけどね、どうせ出るんだったらね、完走するっていう力を蓄えないといけないじゃないですか、今なんかね、ノリでやっても、まあ、結果は見えてるんでね、はい、えー、竹中さんに頑張っていただきたいなと思いますね。<laughs> まあ僕はこ今年もちょっとね、お仕事で、えー 現地リポーターで登場しますけれどもね。で、AMJ さんがね、あのー、走られるんだったら、まあ、ギリギリまでね、言おうかなと思いますけどもね。えー、行店さん。こんにちは。今日も親やん不在売れっ子ですね。わら。はい。ね、今のところ、えー、そうですね。月水。月曜日休み。火曜日僕。ま、いつき。で、水曜日休み。 で、木曜日、やらゆみ。で、やらゆみ5時、早引き。で、金曜日、イラミナ正規みたいな。<laughs> それなんかパターンになってきてますね。はい。まずいな、これ。えー、はい。ということで、今日の番組のテーマは、2018年、新年明けて1ヶ月。まあ、ここまで、順調ですかそれとも、いや、いろいろありましたね。 はい。皆さん、どっちでしょうかメールは7 6 1アットマーク f m c ドット j p 7 6 1アットマーク f m c ドット j p でお待ちしております。ではでは、一曲曲をお送りしていきましょう。モンパチの曲を久しぶりにお送りしていきましょう。モンゴル800で。Good morning 沖縄。 さあ、アジクーターラジオ。今日の番組のテーマは、新年明けて1ヶ月、ここまでどうですかと。まあ、順調、順調。もう、絶好調です。いや、いろいろありましたね。もう、波乱含み。はい。早く新しい月来ないかなというね、えー、ところですけれども、皆さんいかがでしょうか。えー、まあ、個人的にはね、うーん、まあ、毎年1月はあんまり、ご調子がよろしくない。うん。 絶好調だった時ってあんまないんじゃないかな一、が、毎年、年、年が明けて1ヶ月っていうね。あ、多分正月の過ごし方とかも影響してるんでしょうね。きっとね。やっぱりね。えー、皆さんいかがでしょうかさ先ほどあの MJ さんがキングスの話がありましたけれども、えー、週末、キングスのホームゲームが沖縄市の体育館で行われますね。えー、ただ、キングスが、 このホームで試合をやるっていうのは実に1ヶ月ぶりぐらいなんですね。言ったらね。お正月開催以来っていうことですけど。あ、そんなにね、なってましたか。はまあ、次の対戦相手っていうところで、えー、京都ハンナリーズと今度の土日2連戦ということですね。土曜日が5時30分会場。7時5分ティップオフ。 2月の4日日曜日が午後4時30分会場、6時5分ティップオフとなっております。はい。まあ、あの、久しぶり、1ヶ月ぶりのね、キングスの試合なので、まあ、混むでしょうね。混み合うでしょうね。まあ、なので、あのー、早めに行ったりとか、あとこう、公共交通機関をね、利用したりとか、いろいろこう、今のうちに対策を取っておいた方がいいかもしれませんね。うん。 キングスもここ最近調子いいですよね。今、順位何位なの、えー、今年はあ、連勝してんのかな、今ね。あー、なるほど、なるほど。えー、ちょっと待ってくださいね。MJ さん、教えて。 <laughs> 今何位になってるっていうね、情報を教えていただけたらいいなと思います。今ね、ネット見てるんですけど、なかなか出てこないんですよね。はい、またこちらも別れ次第お送りしていきたいと思います。さあ、今日の番組のテーマは、ここ1ヶ月、順調ですかそれとも波乱でしたかいかがですかというのが番組のテーマでございます。えー、ラジオネーム、テントさん。えー、今年のスタートは、例年にない。 寒さのせいもあって、高熱費がかかってる気がする。ファンヒーター、ストーブの灯油なんか、しょっちゅう買えたしに行ってるからなあとあと怖いね。えー、日曜から月曜にかけて、また最大級の寒波が襲ってくるとか言っているし、最大級で何回目だばーって感じ。はい、ラジオネーム、天童さん。うん。沖縄にもね、その余波というか、その内地ほどの、ね、 えー、雪が降るレベルのまではなかなか来てないと思いますけど、まあでも今年は2年ぶりのあられか落ちましたしね。いやー、プラスこの風が、突風が吹くとね、もう大変ですからね。だらヒーターなんかもまだまだ好調、好調っていうか売れているんですよね。このこたつ等うもね。 やっぱりな、それだけこう影響がありますからね。うん。だからあのー、我が家も、このボイラー、まあ、ガス代っていうんですかね。か毎月上がってる気がするんですよね。電気代も。なんでかなまあ多分、夏場よりも今上がってるんですよ。夏場はクーラーとかね、使ってて、やってたはずなんですけど、まあその分多分、 お椀洗う時とかね、えー、お湯になってたりとか。まあ、あと、そうだな、我が家は、あの、空気乾燥、空気じゃない、あの、洗濯の乾燥機があるんで、それはちょっとね、多く回してるっていうのがあるかもしれんな。まあ、そういったこともね、含めて、ちょっと予想外な出費等々もね、えー、あった1ヶ月かもしれませんね。はい。 さあ、今日の番組のテーマは2018年新年明けて1ヶ月、ここまで順調ですか順調。いい、いい、もう波乱でしたと。ね、いろいろ皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは761アットマーク FM コザ .jp、761アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています。アジクーターラジオ、ここまではお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、 アイレディースクリニック株式会社上進組の提供でお送りいたしました。 さあ4時のエンディングはジュジュのナンバーで「EverytimeWe SayGoodbye」。 さあ、夕方5時を回りました。生放送、アジラジお送りしています。えー、今日は1月31日水曜日の放送です。お相手は DJ モーリーです。さあ、今日の番組のテーマ、新年明けて1ヶ月、ここまでどうですかっていうのが今日の番組のテーマです。まあ、順調っていうご意見だったりとか。いやー、ちょっといろいろあったな。 長かったなーっていうね、1ヶ月だったりとか、いかがでしょうかね。まあ、個人的には、まあ、年末もそうなんですけど、年が明けても、そうですね、財布からどんどんお金が出ていくっていう、で、気がつくとこの残高がね、えぇ、ー、っていう、<laughs> レシートとか領収書ちゃんとあるんですけどね、ちゃんと取ってはいるんですけども、えぇ、ー、こんなにだったみたいなね。 あまあまあまああれも使ったしなとかね。えー、そうそう。もうそういうことも含めいろいろあった1ヶ月でしたね。うん。もう2月はもうあれですよ。もう減冬です。減厳しい冬ですよ。本当に。まあでも、ちょっとね、締めるとこ閉めて、で、通常通りにね、戻していこうかなというとこですからね。まあ上がり下がりありますから、ね、言ったらね。はい。えー、その上がり下がりを、 あまり上がりすぎないように、下がりすぎないようにね、この中心を取るようにいつも心がけてはいるんですけれども、ちょっとね、それが年末年始、崩れちゃいましたね。はい、えー。皆さんの新年、1ヶ月はどうだったんでしょうかメッセージこちら、761アットマーク、fm コザ .jp、761アットマーク、fm コザ .jp、こちらでお待ちしております。 はい。えー、ラジオネーム、ヨックさん。何に使ったんですかっていうことで。あのー、無駄なものは、一応、買ってはないんですね。あ、いや、これ、関係し無駄っていうのはないんですけど、必要なものをね、最低限揃えたっていうとこで、お金の出費だったりとか、があったんですけどね。でも、予想以上にかかってるなという、ここまでなので、えー、そうですね。 少しこう抑えていかんとなというところですね。うん。さあさあさあ、それでは5時のオープニング一曲お送りしましょう。この後ね、ちょっと夕方以降雨が落ちるという出てますけれどもね、またこの5時台も新しい天気情報をお伝えしていきながら、えこの後5時56分までお送りしていきたいと思います。5時のオープニングは、雨のパレードで、What's your name? さあ、5時のオープニングソング。アーティスト名が、雨のパレード。曲名が、Your n ネーム。お送りしました。ここからは、社会福祉法人人福祉会、道し保育園、花風三里保育園の提供でお送りいたします。 さあ、生放送、アジラジ沖縄市中央パーカーベニュー入り口からお送りしております。さあ、先ほど、キングスの情報をお伝えしましたね。2月の3日、4日ということで、沖縄市の体育館で、えー、約1ヶ月ぶりのホームのね、えー、試合となりますけれども、そんなキングスは、えー、現在、西地区のぶっちぎりの1位ですね。えー、ここまで25勝7の負けと。 えー、勝率7割8分1厘っていうことですかね。えー、京都ハンナリーズとの差も、ゲーム差7ということですね。だいぶ離れてますが、もうね、今度の土日、その京都ハンナリーズとの対戦なので、さらにこう差をね、えー、伸ばして広げていきたいというところでしょうね。なかなかここ最近、去年1回、 行けたかなぐらいなんですけど、今年、今季をね、えー、沖縄市でやるときにまたこう、行けたらなぁと思いますね。もうすごいですよね、この試合が始まる前もそうなんですけど、ハーフタイムのね、えー、パフォーマンスも、でまた試合中の照明とか音とかね、もうなんかえっていう、 一回も行ってない人が本当にもったいないんじゃないかなって思うぐらい、ここ最近っていうかね、この B リーグも、まあその前の BJ の時もそうでしたけど、演出とかね、楽しませるっていうところの、このエンターテイナーのところがすごいんですよね。で、またかっこいいし、はい、もう接戦になればね、なるほどもうこの緊迫感が、この空気が 会場にわーってこうね、張り詰める空気があって、で、その張り詰めた空気をスリーポイントでダーンってね、一気にこう、解くっていうんですかね、えー、追い上げたりとか、いろいろこの展開がまた面白いですからね、えー、お時間見つけて皆さんも今度の土日、沖縄市の体育館で、えー、ホームゲーム、キングス、久しぶりに仕上がりますからね、えー、足を運んでみてはいかがでしょうか。はい。 さあ、そして、えツイキャスでコメントもいくつか来ておりますね。えラジオネーム、15番目の男さん、ハイセイモーリーさん、親ややん休みということで、そうなんですよ。今日も、ま、ちょっと舞台のね、え稽古ということで、ま、近々舞台があるんでしょうね、きっとね。ま、去年もそうでしたけど、あの、内地に行ったりとか、あと、離島にね、え新喜劇で行ったりとか、いろいろこう、忙しいですからね、やっぱりね。 まあ、あの、お笑いもそうですけど、最近をね、あの、098TV のナレーションやったりとか、まあ、昨年はあの、マブヤーのね、えー、姫ハブの登場とかでもあったので、少しずつ、その、お笑いっていう軸からね、えー、それを基本にいろんな仕事が、やってきてるような気がしますからね、まあ、ちょっとこう、開ける日も多くなるんかな。どうでしょうかね。うん、もう見るたんびにね、えー、大きくなってますからね。本当に。<laughs> え、出会った当初全く思い出せないぐらいになってますからね、今ね。はい。まあ、でも、あのー、仕事頑張ってるということですからね。はい。また、やってきた際は応援もよろしくお願いいたします。さあ、そしてこちらツイキャスで、えー、ヨシキさん。モーリーさんって他にもテレビに出てる人いますけど、ということで。あ、そうなんですよ。あのー、小刻みのね、 えー、モーリーもいますし。で、また、FM コザーでは、毎週水曜日ですかね。えー、スティービーさんと、朝のね、番組の、おアイラのモーリーさんもいますからね。というか、沖縄、多いですよね、モーリーっていう名前ね。いや、僕ももう本当に、そうですね、名乗って15年ぐらいなんですけど、やっぱいろいろいますよ、やっぱり。うん。あ、 そっかそっか、この人もかってね。まあ、名前のこのね、名乗り頭に森がつくとかっていうパターンでね、そう呼ばれるっていう方が結構多いですけどもね。そうですね。僕もね、テレビも一応一本やってるんで、<laughs> ラジオもね、えー、やってるしっていうことなんですけどね。はい。まあ、僕はあの、まあ、 モーリーの前にね、DJ が着くっていうところで覚えていただけたら、汚れてるのがっていうところでね、覚えていただきたいなと思いますね。はい。いつかね、そうなんですよ。いつかね、やりたいんですよ。一緒に何か。うん。二人でね、何かやってみたいんですよ。まあ面白そうだなぁとかっりね、思ってますけれどもね。はい。えー、さあさあ、ここでもう一曲。 まあ、アーティストの紹介と曲をお送りしていきたいと思いますが、えー、いろいろね、あのー、ランキング等々見てみると、わからないアーティストの、え、日本人なの外人とか、え、これ曲名とか、アーティスト名とかでも全然こう、初めて見るっていうね、そういうアーティストも増えてきているので、 ちょいちょいね、アジラジでも紹介していきたいなと思います。さあ、ゴジの2曲目いきましょう。魚門というアーティストで、ロックバンド。 お届けした曲は「さかなもん」のナンバーでロックバンド、えーまあ、さっきもねちょっとお話ししたんですけどもうこの出演のアーティストの名前が全然こうわからないというかね 曲とかね、その辺のなんていうの良さとかっていうのは、まあ勢いとかね、あ、人気があるんでそうだなとか、なんかそんなのはなんとなくわかるんですけど、なんか、アーティストの名前なのかな、これ。曲名とかね。あの、まあ先ほど紹介した雨のパレードっていう、ーアーティスト。で、今のは魚もん。最近、魚アクションっていうのもね、かあの、アルファベット。 えー、大文字表記でありますけど、今の紹介のアーティストは、さかなもんっていうね、えー、皆さんですけれども、それ以外にもね、やばい T シャツ屋さんっていうアーティストもいるんですよ。<laughs> <laughs> えー、曲名が、タンクトップイン・ユア・ハートっていうね、 聞いてみたいなって一瞬思っちゃうようなネーミングですね、これね。だからもう、もう以前まではね、ゲスの極み乙女っていうね、っていうのも、もうここ最近ではもう言えば当たり前の、ね、もう耳に慣れてる、耳馴染みのアーティストの名前の表記になってますけど、まだ今後もどんどんね、えー、そういうアーティストって、え、これなん、なんて読むのみたいなね、ちょっとこう読みに苦しむというか。 まあそれが覚えられる一つのね、あのアクセントにもなったりもしますけどね。うん。えー、それ以外にもね、ちょっと待ってね。えー、結構ね、変わったこのアーティスト名の名前、表記っていうかね、結構あるんですよね。 ええー、まあ、また見つけ次第ね。ちょっと取り上げてみたいなと思いますけれども。えー、ラジオネーム、天童さん。死ゃも、紅白にね、ええー、出ていた死ゃもの曲ってありますかっていうことで。あ、あります。えー、なんかよくわからんアーティストが、あアーティスト名が多くなったなということでいただいております。はい。ええー、 名前表記、本名でね、やられてる方ももちろんたくさんいますけど、逆にそれがなんか、やっぱ昭和の人間なんでしょうかね。安心するというか、読みやすいですしね、その方が覚えやすいんかなというところもあれば、これは曲名なのっていうね、どういうイントネーションで読んだ方がいいのっていうのもね、ありますけど。ラジオネーム、ヨウさんでいいのかなえ、DJ モーリーさんお疲れ様です。 その後、喉の具合はいかがでしょうかあ、おかげさまで、はい、あのー、先週からね、えー、なんとか、なんとかかんとか、回復しておりますので、もう大丈夫でございます。年末年始の思わぬ出費からの、2月は厳当家計、などなど、メッセージ、えー、フリーランス家業の引き、こもごも痛感いたします。 とともに自分自身改めて身の引き締まるお言葉ありがとうございます <laughs>。めっちゃお堅いですね <laughs>。いやでもね、みんなそうなんじゃないですか、やっぱり。まだね、お家とか飼ってないからね、そんなにあのー、ね、ローンがとかっていうことでないですけど、だからもうね、 入ってくるものが決まるってなってくるとね、もうこれどうにかしてね、えー、出ていくものを抑えるっていう方向でしていかないといけないですからね、やっぱりね、えー。さあ、そしてこちらも行きましょう。メールで来てますね。昼間の奥さんからいただきました。アジクーターの皆さん、こんにちは。ほうれん草はないです。昼間の奥さんよ。 夕飯のメニューも思いつかないまんま出勤してきました。なんだか体が怪しい。熱っぽい。一人顔をあからめ、ラジオを聴いている姿はまるで、てんてんてん。え、懸命にファンファンするって書いてますね。じゃ、ちょっと耳とかも熱い状況なんですかね。えー、テーマ年明け月末。十八18歳にもなるとね、一ょ前に夜中まで遊ぶのよ。いくら冬休みだとしてもビビるさ。 叱ったら、縁切る、だの。こんなお家に恩も情けもない、だとさ。<laughs> えー、えー。かなりダメージ食らってしまって。なのに、時々バス停まで送ったり、ご飯は一緒に食べたりするさ。そんな自分にもストレス、笑い。ラジオネーム、昼間の奥さんからいただきました。ああ、そっかー。縁切る。 ああ、でもね、多分、お子さんとのそういう言葉のやりとりって、びっくりすることっていっぱいあるでしょうね。いやいやいや、もう、この年になったら絶対そんな言葉口にしないっていうのが頭の中にあるんだけど、ね、若い人とか、まあ、またはね、あの、息子さん、娘さんとかから言われた言葉でハッとするっていうね、一瞬固まるとかっていうのあるかもしれませんね。 そっか、18ね。この、就職休みとかね。このあたりの時期の過ごし方ね。あー <laughs>。僕もね、本当にもう、そうなんですよね。出、出歩いてたって言ったらちょっと語弊があるけれども、えー、あずっとお家にいているタイプじゃなかったんでね。なんとも言えないですけども。はい。 だからね、こういうとき、何、どういう言葉をね、かけて、または家族が接してあげるのが正解かっていうの分かりませんよね。あの、2月の10日に、あの、ダブルバイツリーヒルトンかな、えー、のところで、おぎママがやってきますよね。あの、講演会っていうことで、午後1時からね、えー、まあ、入場無料で、 やっていくらしいんですけども、ただ、生理券っていうのがあって、その整理券も今、あの、まあ、多分、店員の500名を超えるだろうと言われているようで、なので、抽選になるっていうね、情報が入ってますね。あの、僕もちょっとね、行こうかなと思いまして、えー、まあ、嫁の方がね、アプローチしたんですけど、一応は受付の方はね、やってるんですが、あー、まあ、多分いっぱいするので、 えー、まあ、抽選発表になります、というね、えー、報告をいただきました。うん。まあね、こういう、なん、なんていう、家族のことでね、悩んだりとか、はい、や、どんなしたらいいんかな、とかっていうのはね、やっぱりこう、専門の分野の話を聞いてみたりとか、いろいろね、あのー、アイディアをちょっといただくことも、まあ、たまにはいいのかなと思いますけどもね。 えー、ラジオネーム、昼間の奥さん、ありがとうございました。体調大丈夫ですかねファンファンするっていうね、ことですけれども。えー、さあ、ここで一曲、先ほど紹介しました、えー、ちょっと変わったアーティスト名。やばい T シャツ屋さんというアーティストの曲をお送りしましょう。いっぱいありますよ、曲。えー、ドローン買ったのにという曲名。 ベストジーニスト賞、えー。サークルバンドに光を。眠いオブザイヤー受賞。<laughs> いろんな曲名ありますね、これね。その中でも一番目を引いた曲を紹介していきたいと思います。やばい T シャツ屋さんで無線ンバリ便利。 お届けした曲はヤバい T シャツ屋さんで無線ランバリ便利でしたさあ時刻は五時三十分になりました子どもたちのコーナー未来家内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道代保育園 花風三里保育園の提供でお送りいたしますさあ今月い、えー、よいよ今日までというところですがい、えー、よいよ明日から2月が始まっていきますね。えー、今度の土曜日が2月の3日、えー。道場保育園の子どもたちの発表会が迫っております。昨年からその発表会の練習に向けてね。 日々、時間をこう作って子どもたちも一生懸命取り組んでいるんですけれども、まあ、あの劇のね練習だったりとか、まあ、楽器のこう練習だったりとかもそれぞれの,そのクラスごとで毎日の時間をうまくこう使って取り組んでいるという情報をいただいているんですけれども、まあ、この2月の3日どんなプログラムでやっていくのかというところで、まあ、あの本決まりではないんですけれどもね、えー、こういう感じだと思いますよというところでいただいております。 えー、年長さん年長さんの和太鼓情熱大陸あの曲に合わせて、えー、大きな太鼓をみんな,みんなで叩きます、えー、それ以外にも「劇遊び」「大きな株はい、えー、そして「グループダンスメドレー」あと「空手」 はい、まあこうここ最近というかねここ何年か、えーまあ、この空手の先生がやっていきましてその空手の先生からその型を教えてもらって次何とかの方えい次道代の方えいみたいな感じで、ね、子どもたちも一生懸命こう道着に、ね、身を包んで、えー、拳を突き出したり蹴りを出したりとかねいろいろやっていきますそして今年はちょっと面白そうなのがファッションショー えー、タイトルが「オンリーワン」というタイトルがついております。はいはいだこね、ファッションショーっていうのはもうイメージ的にはあのー、モデルさんが、ね、やってきて、えーまあ、歩いていくっていう、ねまあ、服もそうですけれどもいろんなこう見せ方をしてっていうのがありますけど子どもたちの,そのファッションショーが、えー、行われていくそうですね。でエイサー、はい、こちらもエイサー演舞が予定されています。 そして、えー、オズの魔法使いの劇はいこちらもね猛練習中ということですねで最後は手話ソングということで、えー、今年は「世界に一つだけの花」こちらをですね手話ソングでお届けするということですね えーまあ、小さいお子さんからそして年長さんまでね、えー、それぞれこうクラスがありますけれどもそれぞれクラスの出し物を今ね猛練習中だということでございます子どもたちも今度の土曜日が、まあ、ぶっつけ本番というね、えー、現場に行って、えー、リハーサルするわけでもなく直接その朝行って、えー、スタンバイをして、えー、本番がスタートと論調が開いて、えー、物語が始まっていくということになっていますねまたあの僕もですね時間をこう見つけまして、えー、その 発表会の様子をね、えー、録音、まあ、取材させていただけたら嬉しいなと思いますそして来週の月曜日が豆まき2月の5日予定されています、えー、園庭の方でね豆まきを行うということですねで2月の第2金曜日にはお誕生日会が道場保育園開かれます、えー、2月生まれのお友達は全部で5名ということですね えー、3歳になるお友達が2人4歳が1人そして5歳が1人そして6歳が1人となっております。えー、道場保育園2月生まれは5名とということですね、えー、毎月の第2金曜日に花風三里、道千保育園の方でそれぞれでその月のお誕生日の、ねえー、お友達をみんなでお祝いをするそんな、えー、お誕生日会が毎月の第2金曜日となっております。 さあ、ということで、えー、ここまでは子供たちのコーナー、未来課内お送りしました。ここまでは社会福祉法人人福祉会道女保育園、花風美里保育園の提供でお送りしました。 さあ、アジクルタラジオ、番組もそろそろ終盤戦ですね。この後5時56分までの放送です。えー、残り18分となりました。えっ、ー、と、パーカービニューから見える国道330も、まあ、帰宅される車のね、流れということで、ちょっとだけ混んできましたね。小座方面から小屋向けにかけて、えー、混雑が見えます。ただ、今信号青に変わりましたので、 スムーズにね流れてくれております。えっと、この後予報では一応ね、雨の予報が出ておりますけど、本当にっていうね、今のところの空の様子ですけどね、全然雨降るような空の色じゃないですけどね、白と水色かなっていうね、そういう,う上空ですけれども、予報行きましょうか。東の風の地、のち 南東の風やや強く曇り、夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ2メートル、えー、降水確率70%となっております。まあ、なので夜のね、8時とか9時とかあの辺ぐらいですかね、もしかすると。えー、現在出ているのが沖縄県全域注意報が、 強風注意報、波浪注意報、雷注意報が沖縄県全域に出ております。はい、えー。今後の天気情報も十分に気をつけいただきたいと思います。明日、2月の1日、うん、やっぱりこうキャンプシーズン天気崩れるんですよね、えー。明日は北の風強く曇り、明け方まで雨、ところにより 未明、雷を伴い、激しく降るでしょう。波の高さ2.5メートルのち3メートル、えー。日付変わって0時になって朝方まで70%、朝6時からお昼までが40%の降水確率となっています。朝の最低気温16度。日中最高気温が18度となっています。まあ、せっかくね、キャンプイン、 っていう、しかも月が変わる一日っていうところで晴れてほしいですけどね。えー、どうやら明日は雨模様だということですね。以上、天気情報をお伝えいたしました。さメール行きましょう。今日の番組のテーマは、新年明けで1ヶ月。ここまで皆さんは、順調、波乱、ね、どんな1ヶ月だったんですかというのが番組のテーマです。ラジオネームカルパッチョさん、三木道山の 明日の嵐をリクエストお願いします。ということで。<laughs> 天気予報を予言してるようなリクエストですね、これね。えー、あればおかけしていきたいと思います。そしてこちら、ラジオネーム。15番目の男さん。あ、間違った。スケットにならないスケットさんからいただきました。えー、モーリーさん、おややんさん、こんにちは。 今日、お休みね。えー、してからに、年明け1ヶ月、順調、波乱ですが、少し波乱かな。今月半ばに、通帳と年金手帳紛失していることに気がつき、あたふた。えー、どうやら、年末の大掃除の時に、間違えて、ゴミと一緒に捨ててしまったみたい、かっこ自分で、役場を行ったり来たりしていましたよ。 スケットならないスケットさんからいただきました。はい。これなー、手続き、難儀だよね。もうすぐね、あのー、はい、大丈夫ですよ、みたいなね。あのー、はい、OK、更新です、みたいな感じでできたらいいですけど。またね、この役所行くとかっていうのも時間をどこで作るかですよね。お昼抜けて行っても。 だったりとか、午前中休むとかね。だからな、これもう大変だな、もうなくさんようにと思うんですけどもね。うーん。だからもう大事なものはこことか、ね、お家の中でも決めておいたら大丈夫じゃないですか。我が家も、あの、説明書はこっちとか、あと、大事なものエリアはこっちとかって、一応大まかにをね、決めてあるので、あ、 どこに行ったかなって思ったら、そのね、ものを基準に一応こう調べに行くっていうのがあるので、まあ意外とこう見つかるんですけどね。だから本当とあれんですよね、掃除なんかもそうなんですけど、お家散らかってきたなって思うときって、ここにあるはずのないものが置かれて、置かれたときがきっかけで散らかってるなって僕感じるんですね。例えばもうテーブル、 ね、食卓があるんだったら、そのテーブルに、変な話ね、上着があるとか、タオルがあるとか、もうこれでも散らかってるだって僕思っちゃうんですよね。でお皿とかお箸だったらね、食卓にあっても全然 OK なものなので、あれですけど、そういう感じでね、あのー、エリアをこう分けて、えー、こういったものはここにっていう風にやっていけばね、大丈夫なのかなと思いますけれどもね。 まあ、あいろいろあった1ヶ月だったっていうことですね。そしてこちら、ラジオネーム、チェリーさん。えー、こんにちは、DJ モーリーさん。なかなかメール参加ができなくてすいません。えー、でも、いつもラジオを聞いていたので、えー、モーリーさんの声には元気をいっぱいもらいましたよ。ありがとうございます。ということで、こちらこそですね、本当にね。1月は、えー、モーリーさんにとって大変な月でしたね。えー、っと、一応、ま、あ一応ね、だけど、あの、 そう,そうですねあん思。思ったほどっていうか <laughs>、そこまで死に大変だったっていうレベルではないですね、一応ね、はいえー。ラジオの声を聞きながら心の中で祈っていたり、応援していたりの日々でした、えー。でも体調も回復されて元気なお声を聞けるようになったので、安心してラジオを楽しんでいます。 私もこの1月は波乱の月でしたね。皆さんと同じように体調を崩したりと精神的に落ち込んでしまう月でした。えー、でも DJ モーリーさんのユンタクでいつも癒されていましたよ。なかなかメールはできないんですが、ラジオはいつも聞いていますので、これからも元気な声を聞かせてください。ラジオネームチェリー。あーねえ、こ、この心が現れるメッセージでしたね。この疲れがね。 ファーってね。<laughs> 溶けてなくなるような、いいメッセージでしたね。はい。ありがとうございます。そうなんですよね。僕らも、あれ今日ちょっとメール少ないなとか、ね。大丈夫なのかなとか、いろいろ考えるんですよね。あのー、この喋り的にとかね。なので、聞いてるっていうことがね、なんかね、 このスタジオにランプがあって、今これだけの人が聞いてますよっていうのがあったらいいのにね。だそんなの分からんさ、ラジオだからね。うん。えー、まあ分からんから逆にいいんかな。もう何ご、まあ最近はね、何でもこう見える時代になってるんで、ね、知らんでもいい情報も見たりとかするから、逆にもラジオの魅力はそこかもね。見えないからこそ想像して、 聞いてる人も喋ってる人もね、こんなじゃない、あんなじゃないかなっていうところで、ね、そこは良さかもしれませんね。えー、ラジオネームを、こちらも久しぶり、名古屋のダンサーズさん、えー、モーリーさんごぶ、ご無沙汰しています。年末から年明けの上旬で体調を崩していました。あらららら、えー、その後は順調そうでしたが、先日、 歯の詰め物が取れたりしましたね。初詣も2週間前と、例年になく遅かったです。えー、モーリーさん、順調でしょうかということで、はい。ラジオネーム、名古屋のダンサーズさんいただきました。やっぱな、1月は、あんまり、あれなのかな、もう、うい、絶好調っていう人はね、稀じゃない本当に。もう、死に、 もういい、超スタートダッシュできてるよっていう人ってなかなかね、いないような気しますけどもね、どうですかね。まあ僕もね、あの、一週間、五日ぐらい、あ、五日あるうちのね、あ、違うな、まあ他の放送局も合わせると一週間フルで済んでるかもね、多分ね、えー、ぐらいも声がね、なかなかこう出せずっていう、まあ出ないっていう状況になりまして、 お休みもらいましたけれども、まあその後はね、なんとか、はい、勘とかで大丈夫ですね。うん。まあでもまた明日からこう2月にね、なっていきますんで、まあ寒くもなると思いますけどもね、あのー、この暦が変わったりとかするとカレンダーをね、破ったりとか、あとこう日記のね、えー、日記とか手帳とかのまたページがね、新しくなったりとかするんで、なんかこう気持ちの入れ替えでね、 あの、また切り替え切り替えできたらいいかなと思いますけどもね。どうでしょうか。メッセージありがとうございました。さあ、ではでは一曲お送りしましょうか。先ほどね、リクエストをいただきました。三木ザンの曲っていうことで久しぶりですね。ライフタイムディスペクトがね、イメージでは出てきますけれども。カルパッチョさんリクエストですね。 お届けする曲は三木銅山で明日の嵐。これ明日の嵐でいいのかな ラジオネームカルパッチョさんのリクエスト、久しぶりですね。右道山、明日の嵐、明日の嵐、お送りしました。さあ、生放送あちらじもそろそろエンディングの時間ですけれども、ここでお知らせを一つ、いよいよ今度の日曜日に迫っております。はい、2月4日。ね、わかりますよね。 えー、日賀大吾選手、まあ、ボクシングなんですけれども、沖縄での、まあ、防衛戦ということですね。えー、沖縄県立武道館で、えー、行われます。WBC 世界フライ級タイトルマッチ、えー。1月27日に都内で2度目の防衛戦に向け練習を公開したそうです。地元沖縄で37年ぶりに開催される世界戦とあって、この日に一般発売された入場チケット。 ねこれ、ゲットしたいと思った方も多かったと思うんですけれども、なんと、えー、27日に、えー、発売されて、10分余りで売り切れになったそうです。出身地の浦添市では、市役所がパブリックビューイングする予定をするなど、盛り上がりを見せる中、比嘉選手は、しっかりと KO で勝つ。必ず前半でやります。と、日本記録に並ぶ、15戦連続 KO 勝利に自信を示しているということですね。えー、ただ、 およそ1 0キロの減量を強いられ、この日は、えー、リミットまであと3キロと正念場を迎えており、えー、辛さが表情にも現れていたということですね。まあでも、コンディションが悪くても勝てるようにし,まし,してますから、悪くても、えー、ちょっと俺が上かなと強気に話していたということですね。えー、3000枚の入場券のうち関係者分を除いた分が一般発売されて10分で完売。はい。 なかなか珍しいですよね、その防衛戦のね、試合みたい、特に沖縄で開催ってなったら、もう絶対行きたいって思う人も多かったと思うんですけど、発売されたのが今週ですからね、言ったらね、えー、ちょっと遅いかなとも思ったんですけども、まあでもね、人気、また応援したいっていう方がたくさんいるっていうところで、もう10分で完売っていう。 ま、できればね、その現場に行って応援したいなっていう気持ちもあるんですけれども、テレビの方でもね、中継するっていうことですからね、またこちら、また、テレビの前で、防衛戦、みんなでね、応援して、勝利の瞬間を見ていきたいと思います。さあ、エンディングの曲は、アンディで、ファイヤーこの曲を聴きながらお別れです。アジクーターラジオ、ここまでは、社会福祉法人人福祉会、道し保育園、花風美里保育園の提供でお送りしました。 ここまでのお相手は DJ モーリーでした。それでは皆さん、また明日です。